パジャマからのお着替えをいやいや泣いて全然着替えさせてくれないんだよね。どうしたらいいかな。ああ、いやいや着って大変だよね。例えば朝ごはんに子どもの好きなものをまず用意してあげて、うん、でもう着替えを嫌がってやってくれなかったら先にこれ食べようかみたいな感じで朝ごはんを食べさせて子どものテンションを上げてから着替えさせてみたらどうかな。他のことに気持ちを向かせてご機嫌になった時に着替えさせるとスムーズかもね。うん、あと私の友達はお着替えの歌を歌ったら割とスムーズに着替えてくれるって言ってたよ。なるほど、子供のテンションを上げることからまず始めてみようかな。うん、朝はママも忙しいけどなるべく笑顔で過ごしたいですよね。